どうも、大桑職人です。今回は大桑飼育のための禁止選びのポイントを前回よりね、さらに実践的に掘り下げて解説していこうと思います。禁止選びは料理に例えると調味料です。どれだけね、高級ないい食材でも味付けを失敗すると美味しくなくなりますよね。クワガタ飼育も同じで、どれだけね、いいクワガタも禁止選びに失敗するとその能力をね、しっかりと発揮できずに終わってしまいます。だから禁止選びはめちゃめちゃ重要です。この正しい禁止選びができるだけでもうブリードが本当に楽しくなるので、しっかり最後までご視聴ください。で、僕のね、経験談を交えて話していこうと思います。で、この今回の禁止選びのポイントについての動画を前半と後半で区切ってね、それで終わろうと思ったんですけど、このブリードの真髄ともいえるね、禁止についてはそれだけではね、足りなかったので、この後半動画とは別に完結編をね、用意しました。で、今回のこの後編動画では、まず禁止瓶ってそもそも何なのって話します。なんであの白い瓶に幼虫を入れるのかをしっかりとね、紐解いていきます。で、次に添加剤について説明します。添加剤って何のために入ってるかっていうのをしっかりと理解するだけでも、菌糸を選ぶ時のね、ポイントがより分かるようになります。で、この動画を見終わった頃には菌糸瓶のね、木の字も分からない人でも、菌糸瓶が何なのか、添加剤って何のためにね、使われているのかっていうのが、まあ、人にね、説明できるぐらいまで理解できると思います。またね、大クワガタだけじゃなくて他の種類のクワガタにも応用可能ですので、ぜひね、最後までご視聴ください。じゃあ早速今からノセ YG 血統の禁止交換の方をしながら説明していきます。で、まず禁止瓶ってそもそもなんでクワガタの幼虫飼育に使われてるか分かりますか？幼虫がキノコの菌を食べて成長するからではないです。じゃあクワガタの幼虫が何を食べてるかを理解することで、なんでこの禁止瓶に幼虫を入れるかっていうのが分かります。じゃあね、とりあえず掘ってきます。じゃあしっかりね、ひっくり返さずにゆっくり掘ってきます。よいしょ、おいしょ、出てきた出てきた。めっちゃでかいかもしれん。うわ、でかいぞこれ。うわ、でかい。めちゃめちゃ大きい幼虫が出てきました。ちょっとね、後で体重の方測ってきます。で、まずクワガタのね、このクワガタの幼虫は何を食べて成長しているかって分かりますか？答えは木の養分です。キノコ菌じゃないんですよ。じゃあなんでこのよく分かんないこの白いね、膜の張ったこういうね、禁止瓶に入れるのって疑問に思いますよね。で、このクワガタの幼虫は生きた木の養分は分解できません。なのでほとんどのクワガタの幼虫は朽ちた木、この朽ちた木がね、重要です。朽ちた木でしか成長することができないんですよ。で、ここで登場するのがこのキノコの菌です。このキノコ菌はね、これこの白い膜が張ってるこのキノコ菌は幼虫が分解できないこの生きた木の成分を分解することができるんですよ。で、これによって幼虫がね、育つことのできる環境へと変化します。で、そこでそのような、ね、環境を飼育下でも作るべく、この粉砕したね、おがくずをこれにキノコ菌を植えて作られたのがこのね、禁止瓶って呼ばれるものです。で、この禁止瓶ってのは基本的にはキノコの栽培と同じものです。ただクワガタの飼育に適するようにキノコが生えないように品種改良ね、されたりしてます。で、このクワガタ飼育に使われるキノコ菌の、まあ、大平竹とか平竹とか瓦竹っていうのは毒キノコじゃないです。で、この平竹なんかはよくね、スーパーに売ってる平竹と同じです。28ぐらいかな。よいしょ、ドンピシャよ。1本目 28g。 あ、じゃあ次に添加剤って何なんて話なんですけど、このね、添加剤って聞くとこれをクワガタの幼虫がダイレクトに摂取して、で、カロリーがね、いっぱいで、もうめちゃめちゃね、さっきの幼虫みたいにどん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 大きくなっていくって
思われる方がいると思うんですけど、そうじゃないんですよ。じゃあなんでこの添加剤っていうのはこのね、こっちにも入ってますよ、この禁止瓶ここに入れるかっていうと、キノコ菌のね活力を上げるためなんですよ。どういうことって思われると思うんですけど、めちゃめちゃ簡単です。この添加剤っていうのはキノコの菌の活力を上げるための培地の一つです。で、培地って何なんてことなんですけど、このキノコ菌が成長するために欠かせない要素のことです。で、このね、菌糸瓶の中に入っているおがくずもその培地の一つです。まあ、一般的なキノコ類は、まあ、倒木やね、まあ、落ち葉などの腐食質の成分であるセルロースとか、あとヘミセルロース、あとデンプンなどの炭水化物、あとタンパク質やアミノ酸のような窒素化合物を、まあ、キノコ自身の生産する加水分解酵素っていうものによって分解して、そしてね、その後低分子化して成長のための栄養として利用してます。んって思いますよね。まあ、要するにこの添加剤っていうのはこのね、おがこをプラスして、おがこにプラスして入れることによってキノコの菌の活力が上がるっていうことなんですよ。この添加剤っていうのはキノコの活力を上げる目的として使用します。あ、じゃあね、2匹目掘ってきます。よいしょ。おはい、じゃあ、あ、お尻が見えた。あ、多分メスですね。めっちゃ大きいね、メスの幼虫が出てきてくれました。ちょっと後でね、体重測っていこうと思います。多分メスです。で、さっき説明した通り、この添加剤によってキノコ菌のね活力が上がります。で、そうなるとどうなるかっていうと、培地のね分解スピードが速くなるんですよ。で、これによって瓶内部のね栄養の養分比が上がります。で、栄養の養分比が上がると、添加剤をね入れないものよりもより早くね幼虫がね養分を分解することがね可能になる環境に変化します。で、これによって幼虫がねより早くね育つことができます。だから添加剤をね使うか使わないかっていうのは、幼虫の成長スピードをどのようにねコントロールしたいかで決めます。まあ、実際にね、僕も添加剤ありとなしとでは幼虫の成長スピードが違うように感じます。まあ、温度でもね変わるんですけど、実際同じ部屋に高添加と低添加の菌糸を、同じねメスからの幼虫を投入して実験したんですけど、まあ、全体的にやはり、まあ、高添加の方が成長はね早い感じがしました。まあ、でもこの全ての幼虫が添加剤が入った餌を食べれるわけじゃないんですよ。この添加剤がたくさん入った餌で長い間累大飼育された幼虫は添加剤入りの菌糸瓶でも成長することができるんですけど、そうじゃない子たちって最悪の場合ね死にます。昔ね、僕それを知らずに高添加のね菌糸に慣れてない幼虫を高添加のね菌糸瓶に入れて飼育したら、死んじゃう子が出てきました。で、またキノコのね菌の活力が上がると熱を持つんですよ。ということは、それによって瓶の内部が熱を持ってしまうんですよ。そうなるとちょっと幼虫にねストレスがかかってしまうってこともあります。まあ、実際に僕も、経験したことなんですけど、外気温がね24度、ブリードルームの部屋が、24度の時に高添加菌糸に内部温度計をちょっと入れて測ったんですけど、内部の温度がねもう30度ぐらいまで、上がってる瓶がありました。まあ、そういうのでね、結構幼虫がストレスになって死んでしまうってこともあります。まあ、中にはね、そういう環境でも、まあ、しっかり耐えて、まあ、めちゃめちゃね早くね羽化してきた子なんて出てきました。まあ、去年のね6月に、まあ、産卵セットから割り出して、もう 冬場12月になんか掘り出したら成虫ポコって出てきて、びっくりしたことなんて、結構あります。15g ぐらいかなと思います。よいしょ、15か14、どっちだろう。ほっ、15だ。まあ、添加剤なんですけど、まあ、うまく使えばプラスにもなるし、使い方間違えれば、まあ、マイナスにもなります。まあ、添加剤で姿形がとてつもなくね大きく変化するっていうわけでは、まあ、僕はねないと思います。もしねお母さんの食べたものがわからないっていう場合は、添加量のね少ない菌糸を選びましょう。まあ、高添加菌糸は、まあ、温度管理とかちょっとね扱いが難しい、こともあると思うので、まあ、なるべくね慣れてない方は
添加量の、ね、低い菌糸から選んであげると、まあ、幼虫も、ね、ストレスなく成長することができると思います。はい、無事ね菌糸日の、ね、交換の方が完了しました。まだね1本目なので2本目以降はオスならね 35g ぐらい、まあ、40g いけたら、ね、もうラッキーですね。まあ、この子たちの、ね、成長の、ね、経過なども、まあ、これからねどんどんね配信していこうと思います。よし、じゃあもうね菌糸瓶と添加剤について理解したから、もう菌糸瓶買って、まあ、幼虫入れましょう。いやちょっと待ってください、まだ完璧じゃないです。オオクワガタの飼育に適しているキノコ菌には種類があります。このキノコ菌の種類によってキノコ菌のね活力が変わってきます。そうするとね幼虫に与える、ね、影響もね変わってくるんですよ。でまたねおかくずの種類とか、あと温度とか水分量や詰め方によってもねいろいろとね変化してきます。またね培養の、ね、回数によっても、まあ、状態がね変わってくるんですよ。なので次回はその点についてねまた詳しく解説していこうと思います。で今回のね動画が参考になった方はチャンネル登録と高評価、またねインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。インスタの方では、まあ、DM でね何か質問などね、送っていただければ、まあ、僕のね分かり範囲ですけど、まあ、質問にね、答えます。気軽にねメッセージいつでも送ってきてください。今回はね以上です。ご視聴ありがとうございました。